8月15夜の茶屋は、1956年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。1953年に、ニューヨークで初演された、沖縄を舞台とするバーン・ジェイ・スナイダーの小説の映画化。アメリカ軍政下の沖縄を舞台に、民主主義の定着と村の復興のために派遣された、軍人と、その通訳、そして、村人たちの交流を描く喜劇。 撮影は大英の協力のもと、奈良や京都で行われたが、雨天が多かったためハリウッドでも撮り直している。ダニエルマンが監督、マーロン・ブランドとグレン・フォード、ケイ・マチコが主演したほか、淀川長春が、亀を出演している。村人役には、多数の日本人が起用され流暢な日本語を話す。一方、マーロン・ブランドは、アメリカ人のため、ブランドが演じた通訳。 先には、前編にわたって、片言の日本語になっている。K. マチコ、マーロンブランド、グレンフォード1946年、沖縄の、第147地区占領隊長のパーディスリー、予中佐のもとに、心理戦部隊から、フィズビー隊員が転任してきた。最高峰の知的集団からの転任者を歓迎する、パーディ大佐だったが、 フィズビー隊は配属される先々から転属を求められる問題人物だった。首にされかけた現地の通訳、先にとともに、島の南端にある飛び木村へと赴任する。スマタ村長の親族を名乗る面々に、翻弄されながらも、飛び木村に到着したフィズビーたちは村人たちから、大量の特産品をもらい、民主主義とは何かを説明して、学校を作らせて、 自治組織を結成させようとする。そこへ、村長が、芸者のロータスブロッサムを、贈り物として、フィズビーに与える。無理やり着物と下駄に着替えさせようとするロータスに、翻弄されるフィズビー。ある日、ロータスが飛び木村に引っ越してきた。男たちのロータスに対する厚遇に、村の女たちは、フィズビーに不満を伝える。が、ロータスは、他の村でも、 同じトラブルを起こして追い出されており、行き場を失って飛び木村に来たのだ。ロータスもフィズビーに好意を持ち出て行こうとしない。民主主義婦人連盟とロータスの板挟みになった、フィズビーは、ロータスに、女性たちに、芸者の手ほどきを命じる。さらに、村人が、多数決で、憧れの茶屋を建てることを決めてしまった。民主主義的に決めたと主張する、村人たちに、フィズビーは、 学校のための建材を使って茶屋を建てることを許す。すっかり村に馴染み、着物と下駄姿にも慣れたフィズビー。報告書の内容が尻滅裂な上に、学校の建設が進んでいない事態に、パーディ大佐は、精神会のマクリーン大尉を飛び木村に派遣する。だが、マクリーン大尉もフィズビーに丸め込まれ、一緒になって、有機栽培の計画を立て始めた。一方、 フィズビーの考えた特産品販売は不審であった。焼け酒を煽ろうとする村人に、フィズビーはブランデーの醸造が商売になることに気づく。早速、飛び木共同醸造会社を設立させ、商工クラブや海軍の主婦への出荷が始まった。そして茶屋も落成し、落成式を兼ねた宿縁が始まった。そこへ、パーディー大佐が村を訪れ、 村の堕落ぶりとフィズビーたちの無能ぶりに呆れてしまう。フィズビーのやり方を共産主義だとののしり、茶屋と醸造所の解体を命じる。軍法会議への出頭を命じる一方、出世の道が立たれたことに落胆する大佐。だが、一本の電話が大佐をさらに慌てさせる。フィズビーの報告書がある議員の目に留まり、飛び木村を、 復興計画のモデル村にするのだという。そしてなんと、その議員が今夜飛び木村に視察に訪れるというのだ。すでに、茶屋と醸造所は解体された後で、パーディ大佐は口汚く罵ったばかりのフィズビーに、何とかするよう命じた。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2 0 1 1 1 3 9ページ。 ありがとうございます。